今日のお題はエノキタケだよ。エノキタケは白くて細長いあのキノコだよね。半分正解だね。半分なの。詳しく説明していくね。エノキタケは玉張りタケ科のキノコの一種だよ。別名ではエノキタケ、ナメタケ、ナメススキ、ユキノスタとも呼ばれているね。子実体は古くから食用とされ、特に食用のものについてはエノキと縮めて呼ばれることが多いよ。確かにお店ではエノキって表記されることが多いね。エノキ単体だとエノキと有機になっちゃうんだけどね。ちなみにエノキタケの名前はこのエノキの朽木に生えることから来ているよ。それでさっきはなんで半分正解なの？エノキタケの白くて細長いというものは、光を当てずに低温で育てているからなんだ。きちんと光を当てると柄が短い一般的なキノコと同じ形になるよ。なるほど、だから半分正解だったんだね。そういうこと。